ユナはこの前、うん、長崎にね、修学旅行に行ってきました。平和公園とハウステモス。初めてハウステモス行った。え、行ったじゃん、プールで。あ、行ったね。え、遊んでなかったから。あ、遊んだじゃん、プールで遊んだ。プール全然中回ってなかったけど、うんうん、初めて。まあでもプールでね、遊んだけど。ユナちゃんたちはどこ行きたい？修学旅行。ユナちゃんは自然教室かな、次。来年？ネネは行けたらよ、行けたら東京か。おー、ハワイ、ハワイ。夢があるね、夢があるね。ユナちゃんは？ユナは京都とか行きたい。うん、なんかさ、寺？なんか寺雰囲気がさ、好きな感じ。今日のメイコさん、マイコさんおいでやすじゃあこれ、長崎で買ったけど食べよ。お土産やった。何のお菓子？長崎カステラ長崎カステララスク。おお、ラスク、カステラ味のラスクみたいな。へえ、なんか見た目カステラだったけど、なんかラスクだけどカステラみたいな。和三盆。あ、スティックタイプ。和三盆、和三盆って読むのこれ。和三盆、あ、和三盆って読むんだ。ローマ字で書いてあった。これね、スティックタイプだから食べやすそう。カステラ好き。じゃあこれ食べよ。いいよ、どうぞ。よし、開けていこう。ゆなちゃんどこ行きたいの、修学旅行？行けたら、行けたら宇宙。スペース、スペースってあれじゃん。宇宙。宇宙で何したい？宇宙で火星人とお話がしたい。話せると？え、そしたらさ、ペラペラのさ、日本語やったらどうする？日本語は君、日本人かい？なんで喋れるやろ。私も日本人だからさ。じゃあ、なんでやねん。たかん。お、宇宙で飛ばされたのさ。商品のご案内書いてある。高級だね、なんか。お、なんか、和って感じ。和。高級。ザ、和。スティックタイプ、12袋。カステラスイーツですね。おー。結構入ってる。うん。入ってる。入ってる。上品で優しい味わいに焼き上げたカステララスクにしました。奥行きのある深い甘みをお楽しみください。言い方が店員さんみたいね。次はお土産、次はお土産駅。はい、こんな感じですね。こんな感じですこんな感じですね。食べたい人、はーい、じゃあ食べよう。食べよう。和三盆、和三盆。はい、どうぞ。あ、でもありがとう。でも和って書いてあるね、やっぱり。見た目も可愛いな。軽いね。どうしたのね、じゃあ今日に。今日はあれで、チャダイ、チャダイ。よし、食べよう。はちみつ味。え？あ、はちみつのカステラ味。あ、へえ。食べよっか。飲みます。硬い。袋からさ、なんかじゃあラスク。お腹すいた。ラスクだからね。ラスク好き。面白くない？カステラの味があってラスクが食べれるみたいな。あ、こういう感じ。もう見た目はザ・カステラだね。カステラだけど、カステラを切って、それをちょっとカリッてやったら。美味しそう。めっちゃ美味しそう。じゃあ、匂いをまーす。食べまーす。いただきます。うん、カステラ。でも、食感がラスクで、サクサクしてる。うん。なんか、めっちゃうま。めっちゃ美味しい。やばい。うん。カステラ味。なんかね、ラスクってめっちゃ硬いイメージあるけど、うん、ちょっとね、カステラに近い食感とラスクが合わさった。そのまんまのカステラを切ってあげたみたいな。そうですね。音が入ってる。ほっぺが大きい。とろけ落ちるじゃない？あかん。でも、桃太郎みたいな。大丈夫ですか？大丈夫かい？むせた。むせた。見た目かわいいよね。いただきます。めっちゃうん、めっちゃ美味しかった。本当になんかカリカリのカステラ
ステラを食べてみたい。うん、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 なんか長崎って結構有名なもんね。うん。で、カステラあるあるでさ、こうカステラがあってその下になんか紙みたいなの敷いてあるやん。うん、あれを一緒に食べてしまうみたいな。いや、ない。あるある。え、ない？うん、ない。あ、カステラあるある。あの砂糖のさ、下につぶつぶがあるやん。 それね、紙やった時に砂糖が全部ついてくる。うん、全部じゃないけど、剥がしたらどんどんおおみたいな。うんってやつ。なんか紙も一緒に食べてしまう。うん、いろんなのがあったよ。ハーステモスはチーズケーキとか。うん、全部試食した。美味しかったよ。チョコレートチーズケーキとかあった。いやいや、え、これってハーステモス何買ったの？これは泉屋さん。うん、で買った。へー、バイバイ。わわさん、バイバイ。和三本、和三本を食べました。それで寝せました。でも美味しかった。美味しかった、めっちゃ美味しかった。美味しかったね。うん、バイバイ。長崎行ったらね、買ってみてね。閉めましょう。閉めましょう。さようなら。じゃあねー。バイバイ。